今日はあのうち2回の嫌な流れを3回に3点取りまして、で岩隈投手もテンポよく5回まで39球というピッチングで、そしてゲーム内容も3対0という形で来ましたが、それからまあ7回ワンアウト取ってフォアボールというところから説明が長いわ、うん、はい、まあ、あそこで3点くれたんだから2点くれたんだからあそこでもう1点取らなきゃいけない、そういうところを取ってないからこういうことになるし、一つのフォアボール一つのワイルドピッチでこういう野球ってこうなるんだ。ありがとうございました。